ディアスでビバール通称エルシッドは、11世紀後半のレコンキスタで活躍したカスティーリャ王国の貴族。ジョジシ我が、シッドの歌の主人公としても知られる。シッドという名は、アラビア語アンダルス方言で、主人を意味した 3D から来ており、彼の生きていた時代には、身分ある人物への継承として、広く用いられていたが、後に、ロドリーゴの通称として定着した。 アラビア語系では、アルサイードとなる。ロドリーゴを特に、エルシッド・カンペアド・ールとも呼ぶ。コンペドアとは、戦場の勇者を意味する、ラテン語、カンピ・ドクターから派生した言葉で、キリスト教の同胞によって名付けられた。なお現代スペイン語ではシドは、あえてカタカナ表記するなら、シ、あるいはシッドに近い音であるが、日本では1961年製作の映画、 エルシドから、シドの表記も見られる。エルシッドと、妻、ヒメーナのハカブルゴスの北にある、小さな町ビバールで生まれる。その正確な誕生日は未だに不明であるが、1043から1045年の間ではないかと言われている。シッドの父は、ディエゴ・ライネスと呼ばれていたことが知られ、いくつかの戦いに参加した軍人であることが、知られている。若き日のシッドは、 そういった縁もあって、三ョ二世付きの故障として、カスティーリアの王家に育てられた。1063年の春頃に、グラウスの戦いが起こり、シットは、三ョ二世と共にこの戦いに参加している。1065年に、フェルナンド一世が死去。その領地は息子たちに分割相続された。三ョ二世は、カスティーリア王国を受け継いだが、長男として、 すべての領地を受け継ぐべく戦争を開始した。弟たちを打ち破り領土の再統一を行い、嫉妬も、三朝二世の下で活躍する。しかし、三朝二世は1072年に暗殺されてしまう。三朝二世の暗殺については、弟アルフォンソ六世とその姉、浦賀が首謀者とも言われるが定かではない。アルフォンソ六世が青いを継ぐと、嫉妬は、 カスティーリャから追放された。追放追放は全生涯で2回行われた。2回目の追放に至っては、シットはイスラム勢力に押されているアルフォンソの窮地を救ったにもかかわらず、援軍に来るのが遅いという理由で追放されたとされている。しかも援軍が遅れた理由は、アルフォンソが進路を変更してしまったためとも言う。こうした追放のそもそもの原因は、 シッドに、三蝶暗殺の犯人ではないという胸の先生を、させられた地軸を、アルフォンソ六世が根に持ったためと言われている。あるいは一説には、シッドが、英雄さながらの武君を次々に立てることから、民心がアルフォンソではなく、シッドに移ることを恐れたためであるという。なお二回の追放の後、アルフォンソ六世と和解したという資料もある。 バレンシアの征服アルフォンソによる追放の後も彼を慕う多くの兵士たちが集った。シッドは当時まだ色がついていなかったバレンシアの征服に乗り出し、1094年にバレンシアをイスラム教徒から脱回する。バレンシア平定後、シッドは遊兵されていた祭司を呼び寄せた。その後5年間の統治を経て亡くなっている。生きている時代にすでにシッドを歌う。 ジョジシが作られ始め、シッドは、城でその歌を、満足げに聞いていたという文献資料もある。ジョジシの一つによれば、四季を悟ったシッドは自ら職を立ち、死体を保存できるように準備をし、数十年以上、生きた、当時の姿のまま台座に座っていたという。そしてその台座上の姿のまま、相場バ・バビエカに乗せられて巡行したと述べられている。それでも、 ついにミイラの花がもげてしまったことをきっかけに、バビエカの墓のすぐそばに埋葬されたという。1099年のシッド他界後、シッドの妻姫名はその後を継いで統治を行うが、数年でその領地は失われた。以後100年以上にわたって、キリスト教徒がバレンシアを奪還することはできなかった。エルシッドの使用した剣、キソーナは、マドリード市内にある。 軍事博物館に飾られていた。2007年、カスティーリャ・レオン州に160万ユーロで購入され、現在は、主人の墓に近いブルゴス博物館で展示されている。1999年、その欠片がサンプルとして、夜金額で分析された。歯は11世紀、ムーアのコルドバで製造され、ダマスカスコの作りであることが判明した。 もう一振りのコラーダも同様と考えられる。なお、女ジ誌ジでは妖精によって鍛えられた剣という、エクスカリバーに似たエピソードが出てくる。レコンキスタの英雄として見られることの多いエルシッドだが、現実の彼は反イスラーム主義ではなく、イスラーム教徒とも親しく付き合っていた。また追放されていた最中には、サラクスタの大ファ、アルムクタディルの元に身を寄せ、 その息子、孫三代に仕えて、アラゴン王国への信仰の指揮などをとっている。12世紀後半から1207年に成立したと、される、英雄女子史。最古のスペイン文学で、マドリードの国立図書館にコスペイン語で書かれた、物語の写本が不完全ながら所蔵されている。物語は実話をもとに、レコンキスタにおけるエルシッドの活躍を描いている。 三千七百を超える死からなる、この物語は大きく三部に分けられる。このうちの第三部については、歴史的には全く虚構の産物と言われている。作者は不詳。ただしサンエステバン、メディナセリの二名が構成に関与したと言われている。この女児史以外にも、 様々な女子詩が作られ、イスラム勢力側の当時の様々な文献にも、肉気急敵としてシッドは登場している。劇作家、ピエール・コルネイユ作の引き劇、ジュール・マスネ作曲のオペラ、コルネイユの作品に基づく。1075年7月に、ディエゴ・フェルナンデス・デオビエドの娘、ヒメナ・ディアスと結婚し、一男二女を設けた。ありがとうございます。